はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい。えー、もう暗くなってますね。はい。えー、今日のね、これが最後の配信になります。えー、私のところにね、コメントがあって、今、能登地方のね、あの地震で、避難されてる方、はい。えー、中学校に避難されてる方がたくさんいらっしゃるみたいなんですけど、えー、お水がないみたいですね。 はい。お水が足りません。どうぞね、給水車早く来てください。みたいなことがコメントに書かれておりました。あー、ちょっとだけね、皆さんとちょっとお話ししたいと思ったことが実はありまして、まあ、この、か、これに関係することじゃあ関係することですね。災害時に、どうやって水を確保するか。どうやって水を確保するか。 えー、これね、まあ、あのー、まあ、な、な、まあ、飲めるっちゃ飲めるんですよ。はい。えー、明日、能登地方は大雨が降ります。大雨です。で、えー、まあ、あのー、もしね、おうちに浄水ポットです。浄水ポットがあるお家は、 お家がありましたよね。ブリタとかいろいろありますよね。クリーン水とか。まあ、あの、浄水器はダメですけど、取り付けるタイプのね。えー、あれは無理なんですけど、浄水ポット。えー、まあ、スーパーなんかにも売ってます。普通に。はい。えー、こちら、もしね、えー、スーパーなんかで寄付できるところがありましたら、あまあ、寄付してあげて、 いいたただけたらなと思います、まあ、私の発信聞いてるかどうかわかんないんですけどえ、なぜかというとね、飲み水確保できます。え大雨降ります、明日。能登地方。で、4日からまた寒くなって雪になるみたいなんですけど、雨水ですね。本来は飲めません。はい、本来は飲んじゃいけないものです。あと、農業用水ですね。こちらの方も、 お工夫すれば飲めるようになります。はい、どうするか。まずは、あー雨水ですね、えー。バケツに溜めてください。雨水をバケツに溜めてください。はい、雨水をバケツに溜めるんです。で、バケツに溜めた雨水を、今度、ろ過するんですね。ろ過です。はい、ろ過しないとダメです。 あのー、いろんな異物が入ってるんで、えー、浄水ポットでろ過してください。本当は RO 膜なんかのお、まあ、浄水器があればベストなんですけど、えー、浄水ポットでもなんとか飲めるようになると思います。まあ、異物は多少入るかもしれませんけどね。で、浄水ポットでろ過した後、えー、ちょっ、沸騰ですね。 煮沸消毒します。煮沸消毒です。はい。えー、お湯を沸かして、まあ、お湯を沸かすのはね、いろいろな方法があると思います。まあ、ガスが使えなくても、えー、焚き火ででもね、お湯沸かせます。で、学校だったら、なんとかできると思います、焚き火が。 はい。なんとかできると思います。まあ、お湯を沸かすお鍋とかないといけないんですけど、多分ね、避難所なので、避難所になってるっていうふうに聞いてるんでえ、ストーブとかがね、入っているんじゃないかなと思います。入ってないかもしれないですけど、もしストーブなんかが入っていたら、えー、そこでお湯を沸かせます。お鍋とかね、えー いわゆるあの夜間とかでね、で沸騰したものだったらあ冷ましてなんとか飲めるようになります。これあの農業用水でも同じように緊急にだったらこういうふうに飲めます。ただし100%安全ではありません。 100%安全ではありません。えー、だからといってね、えー、まあ、水分を全く取らないよりは、マシという程度です。えー、ちなみに、うちには雨水を溜めておくものが用意してございます。はい。えー、まあ、緊急の時はこういうふうにして飲もうと思っております。はい。 まあ,あ、何事も頭を使うということですね。はい。えー、浄水ポットです。はい、えー。スーパーなんかでも売られています。ブリタなんかのね。ちょっと大きなスーパーに行くと、沖縄なんかでは売ってます。普通に。はい。えー、クリーン水とかね、えー。そういった浄水ポットが売って てますのでまあ,あここら辺んもねスーパーの方があまあなんていうのかな寄付されてもいいと思いますしお家にある方が持ってきてもいいと思います、えー、緊急時には役に立ちますまあ幸いなことにね今回あの原のパッツのね、えー、事故とかがなかったんでそういった 放射性のね、物質はお水には含まれていないんで、その点はまあ、いいかなと思います。安心できるかなと思います。はい。えー、まあ、例のね、東日本の大揺れの時は、爆発してしまいましたんで、はい。あのー、元のパッツンさんがね。えー、なので、ちょっとあまりおすすめできませんでした。これを。あの、爆発した後はね。 えー、なので、えー、急に、急にね、使うお水がどうしても飲まないといけないという方、はい。こういうふうに、なんとか緊急で飲めるようにはできるということです。えー、こういったサバイバルの知識も普段から身につけておくことが大事だと思っております。はい。えー、うちにはね、えー、実は女 蒸留水、蒸留水を作る、えー、これ電気がすっごいくんですよ。蒸留水を作る、えー、実は、あ危機器がございます。これ一旦沸騰させて、沸騰させた、あいわゆる、あの、水蒸気ですね。水蒸気を集めて、えー、 蒸留水を作るというものなんですけど、非常に電気代がかかるんで、普段は使っておりません。はい。えー、まあね。こういったものもい、まあ電気が通っていれば使えます。まあ持っているうちはそんなに多くはないとは思うんですけどね、蒸留水器。はい。 えー、でもこういったあ緊急事態ですねもし電気が通るようであればこういったものも使えるということです。はい、まあねえー、電気が通ればまあ断水もね治るとは思うんですけどはい、えー、断水時にじゃあどうすればいいのかっていうことで今回はちょっとだけね、えー、お知らせしたいと思いました、まあ、サバイバルですね。 はい。えー、川の水を同じようにしてね、えー、飲むこともできます。はい。えー、まあ、一回、浄水器にかけて、不純物を全部取ってね、で、えー、沸騰して、沸騰させてね、十分沸騰させて、中にいる、雑菌ですね。はい。雑菌を、これを、全部ね、えー、排除すると。そういった方法で、飲み水も作れますよ、ということです。 えー、とりあえずね、えーこう、この動画ね、見てる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、えー、こういうふうな方法もあるということをね、お知らせしたいと思いました。はい。えー、こうしたサバイバルの知識も重要になってきます、えー。できましたら皆さん身につけましょう。はい。今日の配信はここまでとさせていただきます。本当にありがとうございました。一日お付き合いいただき。 えー、心から感謝いたします。沖縄おばばでした。ちなみにこちらはね、非常にクラシカルなワンピースなんですけどね、プリーツスカートの、えー、島村さんで、えー、届いたものです、えー。これね、裏地がしっかりしていてあ、まあ暑いんで、はい。沖縄まだちょっと暑いんでね、えー、これがちょっと着れるような温度ではないです。はい。えー、早く着たいなと思っております。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばです